こんにちは、平山茂でございます。今日は11月9日ですね、火曜日、現在時刻は、3時5分でございます。皆様、本日もお仕事お疲れ様でございました。お疲れ様です。本当にお疲れ様でした。今日はですね、ちょっと大変なことが私の中で起きておりまして、ちょっとね、さっき見切れてましたけども、普段私はですね、こういった三脚&自撮り棒っていうね、こういうものを使って、撮影をね、させてもらって、ほとんどの撮影がこの三脚といいますか、こちらを使ってるんですけれども、ちょっと見ていただくと分かるんですが、ちょっとね、部品がね、ないんです。一箇所、これ、ここ、あ、ここ、まあ、とここの足の部分ですね、この三脚となる足の部分、こう開くわけです。で、固定して撮ったりするんですけど、この3つあるうちのこの1箇所だけがですね、ないんです。なくなってしまったんです。で、これおそらくなんですけども、今いるここ滝の水公園のどこかに落ちてるだろうと思われます。なので今日はちょっとそれを探しに行きます。ちょっと見つからない可能性の方が高いですけども、探します。多分ここにあります。では行ってきます。あるといいな。なんで滝の水公園にあるっていうのが分かるんだっていうね、思われる方もいると思うんですが、これ多分ですね、前に僕は夜この滝の水公園でライブ配信をしたんですね。夜、もう1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上前だと思うんですけど、その時にここでライブ配信をした時に三脚を立ててライブ配信したんです。で、その日の夜は気づかないまま、次の日になってあれ、ないぞってなったんです。でも次の日の段階で分かってはいたんですが、もう見つからないだろうと。さすがに結構広いので、見つからないだろうなと思ってちょっと諦めてたんですけど、待てよと、やっぱいるだろうと、やっぱ探さなきゃいけないなと、そういうことになりましてですね、ちょっと急遽今日来ました。ちょっとね、明るいうちに見つけないといけないんで。ここのどこかにあるんですけどね。いやー、見つけられるかな。でもね、どの辺でライブ配信してたかっていうのも、大体分かってるん。あ、草が刈ってあるな。あ、ちょっとね、前ライブ配信してた時は草が結構ボーボーだったので、あ、これは見つけられる気がしますね。一瞬で見つかる可能性あるぞ。多分この辺でライブ配信してたんですよ。ちょっとカメラ固定します。ちょっと不安定ですが、
カメラ固定します。多分この辺に確かこの辺にこういう感じで座ってライブ配信してたと思うんですよね。だからこの辺にある可能性があるっていう。にしても難しいな。これはお箸ですね。いや、すぐ見つかりそうな気がするけど。これは厳しいかもしれないな。いや、この辺に座ってたのは間違いないんだよな。これちょっと失敗かもな。確かこの辺で。名古屋駅は見えたよな。名古屋駅は見えたんだよ。名古屋駅を撮った記憶がある。ってことはこの辺だもんな。この辺じゃない？え？3時17分ですね。3時17分。ちょっと待って、まあ、誰かが拾ってゴミ箱に捨ててくれた可能性もあるけど、まあ拾わないよな。あ、そっか、芝刈った時に。芝刈りの時に回収されてる可能性があるな。すぐ来なきゃいけなかったんだな。いや、ないわ。ちょっと早いか、諦めるの。これは長期戦だぞ。これいや相当長期戦よ。なんかこ
っちじゃないよな。いや絶対この辺だわ。もっとしゃがんだ方がいいか。いやでも置いただけで、置いてで取れるか。実は全然関係ないところで取れたのかな。うそ。これはもう絶対早送りだな。もう絶対早送りだ。いやこんな近くないもん。この辺だよ。腰やられそうだな。あー大丈夫って言いたい。大丈夫って言いたいな。このお箸が目印？まずいな。終われないぞ。いやマジで、でも あったけど回収された、ゴミとして回収された可能性は十分にあるな。ちょっと今のところ僕は大丈夫じゃないですけど、大丈夫ですからね。大丈夫ですから、大丈夫ですよ。ちょっと私は今言えませんけど。ちょっと範囲を広げるか。ちょっとカメラの後ろの方に。いや映ってないのまずいか。すいません。ちょっと待ってください。いやこの辺は間違いないんですよ。ちょっともう一回置きます。暗くなったらダメですよ。これは
いやないかもな。いやでもちょっと諦めたくないな。いやないか。おーい、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 あちょっと厳しいか。ちょっとね、なかなか。なかなかないんですね。黒いんですよ。で、黒い塊だからちょっとね、見つけるにも目立たないんですよね。もっと太陽が真上にあった方が良かったかな。いやでもここはちょっとまた違うもんな、ね、やっぱ。もう無口になっちゃうわ。うわぁ、どこだ、どこだ。ちょっと日が暮れるまではやろう。名古屋駅があそこでしょ。あそこだもんな。いやこの辺なんだよな。ライブしてたところはこの辺だから。でもライブする前になんか一周したんすよね。ちょっと一周しようかな。ちょっと一周しましょうか。多分全部早送りになってると思いますけど、まあもうしょうがないですね。
ょうがない。いやあそこでもうパツッと見つかるかなと思ったんだけどな。確かね、こうやって一周して一周して人多いな、どうしようかなみたいな感じで、まあ、でも頑張るかみたいな感じでぐるっと回って開始ってやったんですよね。でこんなアスファルト上だったらもう絶対回収されてるよな。まあその三脚の下のね、一番地面に設置する部分のゴムがないといけないのかというところなんですけど、いやあった方がいいな、あった方が何かとやっぱ必要なんですよね。あった方がいいんだな。こういうところに流れ落ちてるみたいなこともね考えられるから、そこまで考えちゃうともう無理だな。ちょっともう一回このライブ配信をした日のちょっとね動きを再現して、その動線上にもうなければダメかもしれない。まあでもちょっと日が暮れるまではまだ3時31分なので、なんかこの辺から入ってったような気もするな。風が強いな、寒い。でね、あそこが一番トップですよみたいな、であそこは人がいますねみたいな話をしたような気がするんですけどね、どのタイミングで開始したかはちょっとねもう忘れちゃったんですけど、風が強いです。やばい、太陽が雲に隠れた。で、こう来てこの辺でまあ座ったんですけど、そうですね、やっぱこの辺だもんな。
寒いよ。寒いです。絶対この辺なんだよな。でも見たんだよな、見たもんな。この辺から行くか。ちょっとちなみにね、簡単に取れちゃうんでこれ1個外しますけどね、これね、これを探すんです、これを。無理があったかもしれないですね、探すのは。まあでもちょっと頑張ります。頑張るぞ、絶対に見つけてやる。ちょっとせっかくなんで自撮り棒伸ばしますね。ちょっと待ってください。よいしょ。今日、まあ、いつも地味だけど、絶対見つけるぞ。もう最悪はもうこの足を3つのうち今1個ないんで、もうその残りの2つも取っちゃうと。取っちゃえばまたこう高さは合う。ただ滑るんですよね、なかなかね、なかなかだな。なかなかだな。ちょっとライブ配信した時の映像確認しようかな。位置関係がそもそもそういう問題じゃない可能性もあるからな。そもそもないって可能性もあるから。
これ終われないやつだな、終われないやつだ。どうしよう、ちょっと皆様には景色を楽しんでもらうのが一番いいんだろうけどな、本当は。ライブだったら、ライブだったらない、ありません。はい、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 諦めちゃダメだよな、絶対。僕にしか価値のないものだけど、探すよ。ありそうでないな。この辺だよな。
どこを見てどこを見てないっていうのがわからないんだよな。同じとこ見てもしょうがないもんな。ここはもう近い、やっぱこっちだよな。見てないよな、多分な。そうだよな。よし、ちょっと真面目に置こう。置こう。よいしょ。目はいい方なんです、目はいい方なんですが、最近この1年で非常に悪くなってしまいましたのでね。まあでも見えますから、全然見えてます。シゲルズアイ、やばい、腰やばい。3時49分、もう30分ぐらいか。まだまだ。
カメラに映ってなかった。いや、ほんとこの辺なんだけどな。ここかも、ここだったと思うって思い込みが良くないんだな。ないな。さあ、いやー、ないですね。奇跡だな。そうか、夜だったから照明を、暗いからっつって結構照明に近いところに来た気がする。あ、この辺に来たような気がするな。明るいからって言って。
見つかる気がしてきたぞ。そこだから ここまでは近づいてない気がするんだよな。絶対ここまでは来てない。こんな木あったっけ？こうワンちゃんが加えてね、なーってどっか持ってくって可能性もあるからな。見つかりません、見つかりません、見つかりません。気合が足りないですね。ないものはない。ないものはない。
首が出ちゃうよ。いやー、いた、草が刺さったよ、足の裏に。風が強い。諦めます。諦めます。ないな。もう今日は諦めます。すいませんでした。すいません、わかりません、見つかりません。ないものはない。ありがとうございました。今日はちょっと大丈夫じゃないですね。大丈夫じゃない。ああ、大丈夫じゃないな。
ありません。帰ります。ご視聴ありがとうございました。見つかりませんでした。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。